皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日もファイナルファンタジー10やっていこうと思います。働けってことで、ちょっと話しかけてみよっか。あ、そうだ。お、そうだ。スフィア版の使い方、キャラクターはスフィア版にスフィアをセットすることで能力が成長していきます。スフィア版の使い方を見てみましょう。これかなり重要です。はい、今中央にティーダっていう名前が書いてありますね。メニュー画面からスフィア版に入ると選んだキャラクターの位置にカーソルが表示されます。はい、この状態の時は十字キー、左右上下でカーソルを動かせます。この時画面上部を見ると物理防御をアップできる場所やアビリティを覚えることができる場所があると分かります。これが成長スフィアです。これらの成長スフィアを発動するとキャラクターが成長します。成長スフィアを発動するにはキャラクターを成長スフィアの近くに移動させます。では移動してみましょう。丸ボタンを押すとカーソルがキャラクターの位置に戻りコマンドが表示されます。ここで移動を選ぶとキャラクターが移動できるエリアが光ります。移動できるエリアはキャラクターの S レベル、スフィアレベルと同じです。スフィアレベルはバトルに参加してアビリティポイントを手に入れると上がります。キャラクターはバトルでアビリティポイントを貯めてスフィアレベルを上げ、スフィアレベルを使ってスフィア版を移動するのです。バトルに参加しないとアビリティポイントは手に入らないのでいつまでも成長できません。今ティーダのスフィアレベルは4なので4進めます。スゴロクみたいなもんですね。ですが急いで先に進みすぎると間の成長スフィアを発動し損ねて成長が遅れてしまいます。そこで一つだけ進んでアビリティ励ますを覚えます。成長スフィアの位置まで行かなくても隣に行けば発動できるのです。行き先を選ぶとキャラクターのスフィアレベルが減って移動します。移動が終わると行き先が間違っていないか確認されます。大丈夫ならはいを選んでください。これで移動が決定いたしました。もうやり直しはできません。移動を決定した後で通り過ぎた場所の成長スフィアを発動させたくなったらまたスフィアレベルを消費して移動してください。通ったことがある場所ならスフィアレベルを1消費すれば4進めます。しかし後戻りばかりしているとスフィアレベルを無駄遣いします。よく考えて移動しましょう。さて移動が終わったらいよいよ成長スフィアを発動します。成長スフィアを発動するにはスフィアを使います。スフィアはバトルで敵を倒すなどいろいろな方法で入手できるアイテムです。では丸ボタンを押してコマンドの使うを選びます。持っているスフィアのリストが表示されました。スフィアにはそれぞれ特性があります。例えばパワースフィアは攻撃力、物理防御、HP の成長スフィアを発動できます。またアビリティスフィアはアビリティの成長スフィアを発動できます。発動できる成長スフィアはキャラクターの現在位置にあるものと現在位置の隣 にあるものです。現在位置の一つ先、いや一つ後ろの成長スフィアも発動できるのです。今の位置では発動できるのはアビリティの成長スフィアだけなのでアビリティスフィアのみを使えます。使いたいスフィアを選ぶと選んだスフィアで発動できる成長スフィアが光ります。今はアビリティスフィアを選んだのでアビリティの成長スフィアだけが光ります。ここでどの成長スフィアを発動させるかは選べば
成長スフィアが発動し、キャラクターがアビリティを覚えます。その代わりアビリティスフィアが1つ消費されます。攻撃力や魔力、最大 HP や MP などのパラメータを成長させる方法も同じです。パワースフィアやマジックスフィア、スピードスフィアなどを使ってそれぞれのパラメータをアップできます。またスフィア版にある成長スフィアは一人一人が別々に発動できます。他のキャラクターが発動した成長スフィアでもその場所に移動して新たにスフィアを使えば再び成長に利用できます。またスフィア版上のスフィアロックは今はまだ通れません。通れるようになった時に説明します。基本的な成長の説明は以上です。なおスフィア版はいくつか便利な機能があります。キャラクターの現在のステータスは三角ボタンで見ることができます。はい、現在のステータスをよく見てこれからどのように成長させるか考えましょう。またL1 か R1 で、はい、スフィア版上で動かすキャラクターを入れ替えることができます。まとめて成長させたりステータスを比べるときに便利です。さらにこれはパッドマークかな、パッドボタンかな、でスフィア版の全体を見渡します。まさにスゴロクだよね。これでスフィア版の説明は終わりです。試しにティーダを成長させてみましょう。全然わかんないでしょ、これ初めての方本当わかんないんですよ。これでも慣れ、何事も慣れが必要なので慣れれば簡単です。はい、まずは三角ボタンを押して、スフィア版ですね、はい、スフィア版を選択します。でティーダで、今が、下の方がスフィアロックで通れません。まあ、解放できますよって進めていくときにね。はい。今は無視して、一つかな、一つ上に進みます。移動。はい。これでいいですか？ここではい。で、これ何もできないじゃんって思いきや、隣にね、励ますっていうアビリティがあるんですね。で、隣のものは解除できるので、ここで使う。で、アビリティスフィアを使って、隣のね、励ます。これを解除。解放します。はい。こういうことですね。移動に一つ使って、で、大きいアビリティを、出すには、ちょっとね、こういう、途中で、進む。時のこの丸の大きさよりちょっと大きいものがあるでしょ、これはアビリティって言いますね。はい、まあ、普通に通るときは例えばこれを見ると物理防御1アップする、で攻撃力を1アップする、でその先に、まあ、順路で行くとね、ここでトンズラアビリティ、トンズラを覚えます。そこから先行くと今度素早さを1アップする、で命中を1アップする。はい、ただ単にレベルが上がりました、攻撃力がこんだけ上がりました、防御力が上がりましたってわけではなくて、これを一つずつ潰していくことで強くなれるってことなんですね。はい、でこれはこれから出会う仲間たちもみんな一緒です。はい、でロールがありますね、アタッカーとか、まあ、火力色とかヒール色とかあります。縦色、まあ縦いたっけ、まあいるんですけど、それぞれがそれぞれのアビリティを覚えて、はい、こういう風にキャラクターをチェンジできますね。で成長すると、このちょっと今分かんないキャラクターね、女子の分かんない誰だろうっていうキャラクターがティーダ君の方までこっちまで来れちゃったりします。はい、ぐるーっとね、このでかいこの全域をぐるーっとまた一周いろんな感じでぐるぐる回れますので、ティーダ君もいずれは回復を覚えたりとかね、できるということなんですね。メニュー戻りますか。はい、はい、そうすると、アビリティで見るとティーダ君励ますってアビリティね、使えますね、味方全員の攻撃力
攻撃力と物理防御がアップします。ちょっとごめんなさい、滑舌が今日はあまり良くないですね。ごめんなさいね。はい、ではでは話しかけてみようか。ゴフキサ、またるラジオフシアエモン。ゴフキサ、ゴフキサ、いや、わかんないな。チラヤコフミ、コフミアミ、チチサミ、チチサミオは、わかんない、全然わかんない。わかんないけどよろしくっす。あ、スフィア版の説明ね。もう一回聞くかってことか。あ、しまった、飛ばしてやらなかったらよかった。ちょっと飛ばしますね。なるほど、この説明自体を飛ばせないかな。ちょっと飛ばすことがスルーができないようなので、丸ボタンでさっき見たの急いでいや、ちょっと勘弁してくんねえかな。ダメか、何ボタンを押してもダメですね。やらなきゃよかった。そうだね、この説明自体は本当に分かりづらい。最初のうちはね、何なんだろうって なりますから、まあ、何回か聞いて覚えるのも、まあ、やっていくうちは覚えるんですけどね。投げー。あ、よかった、もう話しかけないようにしよう。この人に、この人は岸穂伏ハッサナヨエ、わかんない。おお、ポーション3つもらった、やった。ん、あ、なんか発見。アルベド語辞書かな、これですね。アルベド語辞書第1巻。これでさっき言ってたわけわかんない言葉がどん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 普通の言葉にね、わかるようになっていくんですね。はい、アルベド語を学習した。和がアランですね。ミがイ、フがウ。はい、ティーダはアルベド語主婦コンキャになった。主婦コンキャ、うん、ちょっといろいろ学んだのでセーブしていこうね。はい、ではなんだっけ、何するんだっけ。もう一回話しかけよう。海の底に昔の遺跡があるの。今は動いてないけど、多分まだエネルギーが残ってる。潜ってってちょいちょいってやれば遺跡が復活して、海底に沈んでるあれを引き上げられると思うんだよね。お仕事頑張ろう。うぇす。ちょいちょいっとね。潜る。あぶね、一瞬この子の名前言いそうになったついてきてくれるんですね。ここ敵出たよね、そういえば。あの赤い光がまた怖いな。あ、どんな感じだったっけ、この要塞みたいなの、なんだっけ。
セーブした方が良さそうなのかな、もしかしてこのパターンはね。じゃあセーブしましょうかね。じゃあ先行きましょう。調べる。グーパン壊してるだけじゃん。痛い。ピラニア。どうすっかな。じゃあ手榴弾1個ちょっと盗んでみよっか。手榴弾かで、ティーダーはさっき覚えた励ます、これで攻撃力と物理防御力がちょっとアップしたか。あんま変わんないぞ。でティーダはよいしょ。でこっちはいっぱい盗んじゃうか。まあいっか。あ、いっか、盗むで。あー、ぐちゃぐちゃ戦う。あ、間違えた。オーバードライブしてるね。まだお取り置きしておこう。スピードスフィア、調べる。うわ、なんかいる。あれ、例のあいつか。終わったから帰る。ちょっと待って。移動できるんだっけ。移動できないか。あ、そっか。195200、もったいない気もするけど、あ、そうか、セーブポイントあったか。あれ、いいんだよね。なんかあそこ下輝いてるから、なんかあれか。そうですね、なんもないね。なんかあのでかい敵嫌だな。来るよね絶対こっちね。先制攻撃のチャンス。特殊使う、手榴弾よいしょ。オーバードライブ、スパイラルカット。いやー苦手だな。頑張ろう。あ、来た。特殊手榴弾。なんだ？ここからでは攻撃が届かない。
バトル中時々特別なコマンドを使える場合があります。コマンドウィンドウで、十字キー左を押してください。左、身構える、はい、あ、回復か。じゃあこっちも身構える。箱頭、そういうことかそういうことか。特集でどうしよっかな、盗んでみよっか。やっぱ収容団か。じゃあ励ます。で、サイドティーダ戦う。壊しい。アイテムポーションかな。で、もう一回特殊使う手榴弾。今あれかな、クリティカルかな。戦う。あ、もう一回来るか。あれ、タコ頭、身構える。お、いていて。ティーダがポーションで、で、あぶね、名前言いそうになるんだよなまだね、種明かしはできない。手榴弾、でティーダは戦ういいかな。なに、あ、行っちゃったのね。来たかな。パワースフィア、ではこっちか。ちょっと待ってね。今ね、スフィアレベルアップしたので一個だけ移動して、いや、やりづれえなこれ。違う、あ、そっかそっか、ここでいいのか。で、使うパワースフィア、これだね。物理防御1。はい、こんな感じでね、一個ずつ一個ずつ埋めていくですね。上になんかセーブポイントあるんじゃない？これいけないのか？あ、こっち行くしかないんですね、じゃあ。ほい、行こっか、じゃあ。いや、まあ、敵が出てきそうだな。お？これはやばいのか。こっちでいいのかな。誰かいる、仲間か。あれ、船に戻らないのかい。何か引き上げ
か、そっか。引っ掛ける作業してんのかな。トレジャーハントみたいな感じだったっけ。ちょっと忘れちゃったよ。飛空艇無魔敵サボー血ノルマ榊あっさラーセゴフタセリチワデモフワおやねまほそかなあ、なんだよ手伝っただろ。お前は外だか。なんか今分かってる気がする。腹減った。おお、飯！手で食べるんだね。食べるからだよ。何さ？あなたのお名前は？リュックだよ。おー、本当に通じるよ。おでもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ？ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。俺変なこと言ってんのか？近づいたんだ。うん、大丈夫、きっとすぐ治るよ。真に近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？真の毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前に真が暴れて壊しちゃった。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ。千年前って、俺シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか。
信じらんないって、そんなの。はい、物語がだん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 深くなってきましたね。ちなみにですね、この FF10 は恋愛の色が濃いですね。かなり感動します。僕いろんなゲームやってるんですけど、ゲームでね、初めて感動して涙が出たのはこのゲームですね。それまで、まあ、ゲームでしょみたいな感じだったんですけど、本当に感情移入しちゃって、もうこのゲームは本当にすごいですね。まあ恋愛のバイブルと化してる人もいるみたいなようですが、はい、ではでは今日はここまでにしたいと思います。次回またお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。